糖質制限ラタトゥイユを作ります。ニンニク1かけ、玉ねぎ1分の1個、20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにオリーブオイルを引き、ブンブンした具材を炒めます。ナス1本、赤パプリカ4分の1個、ズッキーニ1本、キーパプリカ4分の1個、塩小さじ2分の1、炒めます。蓋をして蒸し煮にします。トマト缶 200g、コンソメ顆粒小さじ2、ローリエ1枚を入れ、蓋をし20分ほど煮込みます。ウスターソース小さじ1を加え、味を整えたら完成です。